風船を待ったらば、お腹にたくさん空気を入れます。その状態で5秒止まったら、風船を大きく膨らましていきましょう。お腹から空気を絞り出すようなイメージを持って行いましょう。最後までしっかりと大きな風船作ってくださいね。